グランプリっていうのは一発勝負なので頑張ります。あの時の盛り上がりもう一回帰ってきてくれないかなって思ってますね。決めた、アミラ強すぎた、セーダーズ気まぐれクリティカル。何度も何度も悔しい思いをしたこの舞台、ここで決めてきました。気まぐれクリティカルモチベーションあって4人で出ようかってことで、また優勝目指しやってきました。プラチナサイド気まぐれクリティカル、この位置からのショットで、はい、完璧です。完璧な出ていきました。もう目指してるとこが1回戦じゃなくて優勝なんで変わらないかなと思います。いけいけるいけるいける。決勝進出はミラノ風カルボナーラ。本当に相手がもうめちゃくちゃ強いのを分かった上でやって、実際強かったなっていうことで、もちろんそのチームでプロツアーも一緒に戦ったりはしましたけど、どうしても一緒にさこうやって4人で優勝するっていう目標でやってたので。ストライクショットで入っていった。よく「島振りは安心して見れる」って言ってくださるんですけど、お前らは安心させるためにどれほどのイレギュラーに対してちゃんと詰め切ってるかっていうのは、結構そこは頑張って詰めてます。たった何ステージかを全力でみんなが追求してって、その舞台に憧れて僕らはやってきたんで。ストライクショット、躍動の一撃、決めていきました。いやー、強いチームですね、本当に。絶対一度は優勝したいと思ってる大会ですね。とにかくもう4人で優勝しようっていうのでやってるので。それ以外も負けだよねっていう。グランプリ決勝大会でこの進めたのは気まぐれクリティカル。アマ最強とか言ってますけど、全て100人最強を証明します。どこが来てもプロとかアマとか関係なく、僕らが最強なんで絶対優勝します。もともとアラブルズとして一緒にやってたんで、最後はカマイルのフィニッシュ。やんちゃに戦う部分もあるっていうチームだったんで、なんかそれがうまく今回ハイブリッドになってるのがいいところで、特徴になってるかなと思います。はい、ここ2人が組んで最強を取ったんで、アラブルズじゃないチームで出るってなった時に、スタジアムが好きなやつ、モンストの対戦するのが好きなやつら、こいつらと組んでみるかっていうところに、昔からね17個を、そろそろ決勝大会にもね連れていかないとねっていうところで、はい、召喚したチームです。2018年ケビンは12優勝だったので、そうだ、おそらくは岡村さんなんですが、1秒ないですね。決勝大会チャンピオンは岩池カメロンザルワに決定しました。モンストの日本一を決める唯一の大会なんで、日本一になりたいって気持ちでやってるんで、優勝以外目指していくやついないんで。まだ関東で気まぐれクリティカルだけ決勝大会進出決めたんですけど、まだまだ、知り合いの強いやつらいっぱい上がってくると思うんで、日本一一番強いやつ決めましょう。相手が誰じゃけとかっていうのはあんまり気にしてなかったです。いや、無知なんです。自分バカじゃけ楽しけりゃ何でもいい精神で今日やったけ、自分たちのやってきたことを信じれば勝てるかなとは思ってたんで、なんとかなってよかったです。自分はあんまりそういうの知らんのでもう全員一緒っていうあれなんで。このチームの頭脳は全員ですチーム全員はめちゃくちゃ仲いいです。ミスが起きた時は大体煽り合えるぐらいの仲の良さはしてるので、何をしよんのってまたやっとらみたいな煽り合いとかができるぐらいにはうちは結構仲いい。そこはうちのチームのいいとこかなとは思います。ステージ上でちょっと煽られてたじゃないですか。滑ったんですよ。クソ滑ったんで、どうやったらウケるかなっていうのを考えたいと思います。せいえー受けなかったら土下座してもらいます。空気を悪くしてごめんなさいってちょっと言います。次の会でも大きいし人もすごい入ると思うから、やっぱミスはすると思うんですよ。人間だし、やっぱりそのメンタル面とかミスっても次行くよっていうメンタルとか、まあそれに対応する落ち着きがないとやっぱり勝てんと思うんで。急にめっちゃ喋りましたこういうことだけ喋るんですよ。前回負けてからバカにしとったやつら見とけよ、めちゃくちゃええもん見したろけえの。お前ら覚悟しとけよ、俺が一番気持ちの気持ちあるんじゃけ。今かまんでいる人と感動してもよかったね削ってまだ残るがこのまま取り切った。わあ、すいません、ちょっとね他のチームに興味ないんで俺らのやりたいことやって勝つんで、他のチームなんてどこでもいいです。興味がないです。マーボーさんが入ってくれて、まあ、クルセイダーズとして出るんだったらっていうことで、僕たちそんなにこだわりなかったので、勝てればいいよっていうので、クルセイダーズなんだからマーボーさんリーダーだよねっていうので、リーダーをマーボーさんにやってもらったっていう感じで、俺はどうせ出るんだったら GV の星さんとか圭吾と一緒にっていうのもあったので、 GV のメンバーも去年のプロツアーで引退っていう話もみんなで、ね、してたので。今後はもう頑張ってるプロ選手の応援に回ろうと思います。これは引退的な、まあそう今は考えてますね。年齢的にも練習とかすごいしないとね勝てないゲームなのできついかなと思ってやめようと思ってたんですけど、なら誰と出るんだよ俺とか言って俺出して急に俺が出ないよって言ったら毎日出るよって言ってモンストスタジアムの大会では一番大きい大会なので、ストグランプリだとやっぱレベルも違うかなっていうのと、負けるわけないって思ってたんで負けないよねみたいなまだ決まってないのに決勝大会は行きますっていうので、たくさんの方に声をかけていただいてたので、今までってどっちかっていうと自分のために勝つっていう気持ちの方が強かったんですけど、その応援に来てくれる人たちのために絶対その決勝大会には行きたい、今日は勝ちたいっていう思いが。俺は自分のために勝ちますそれしか考えてません。だから俺は俺たちのやりたいことを言うだけです。どこのチームに来ても興味ないですね。はい、どこ来ても一緒です。正直ここもう1週間ぐらい全然合わさないレベルでやってたんで、もうモンストするだけでいいやみたいな、結構緩くやっちゃってるんで、まあ決勝大会まではね週2休みありましたね仕事になる攻撃タイムリーズとして出たのが21年で、決勝大会行ってそこそこみんなに知られてきたチームにはなってるんじゃないかなと個人的には思ってます。モンストをやり込んでるみんな多分そこそこやってて、ランクもカンストしてますしモンスト上手。決勝大会へと駒を進めるこの重要な一戦、やべえなってなりましたね。準決見た時はすんごい綺麗に食ってて、ススムンガさん自体とは試合したのは初めて、怖いっちゃ怖いですけど、怖いけど削り切っていきました。チャンピオンは砲撃タイムリーズ。目指してるのはもちろん優勝ですけど、まず1戦、21の時やっぱ初戦敗退した分1戦目は確実に取りたいと思ってます。自信の持てるような編成、立ち回り考えて決勝大会に臨みたいと思います。初戦に振るんで、初戦当たりに来るのはちょっと危険かなと思いますね。火力の準備はできている。もう SSR いらないぞ。いらない判断で削り切っていきました。チャンピオンはラビシアン海。もともと一緒だったメンバーがラビスっていう単語が好きで、それが幸せとか幸福とかそういう意味なんですけど、このチームっていう空間を幸せなチーム空間にしたいなと思って、造語でラビシアっていう風にしました。そうですね、2018年のグランプリでは準優勝で、2019年のグランプリがベスト43位ですかね。決勝大会ではまだ一番上からの景色は見てないので、そこの景色を見たいので毎年毎年参加してて、今年も参加したという感じです。どこのチームを倒しても大金星で一番面白いんじゃないかなと思ってます、まだまだかっこいいところを見せます、日本一の男になります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日参加してたメンバーの中で一番声が出てたんじゃないのかなっていう風に感じて、声を出して、e スポーツっていう会話を盛り上げるっていうのに、できるチームなんじゃないのかなっていうのをちょっと今日の予選で感じました。意識的に声は出すように練習してます。e スポーツっていうところでスポーツマンシップにのっとって大会を一番楽しめるのは僕らなんじゃないかなと思います。いや、完璧じゃない？完璧です。素晴らしい。今回のちゃんと実力でもぎ取ってるから。これはもう実力。僕がグランプリに出始めたのって2018からで、出た理由が2016年に今池さんが優勝したと思うんですけど、そこで初めてゲームをやってる人をすごいなじゃなくてかっこいいなって思ったんですよね、初めて。いい削りでしっかり取り切っていきました。決勝大会もし戦うことがあるんだったら、アミナのマッチが一番お互いに楽しめるし、決勝大会盛り上げられるんじゃないかなっていうふうに思ってます。いやー、楽しんでこうぜ。楽しんでこうぜ。1年に1回しかない大きな大会なので、スタジアムをプレーしたことがある人だったら間違いなく一番憧れる舞台だと思います。他のチームからしたら多分無警戒なチームになると思うんです。なので少しでも油断してたら後ろから刺してやろうかなと思ってます。ナイスショット、バッチリですね。素晴らしい。北海道東北予選大会チャンピオンはMTT! モンストトップチームの略なんですけど、他のやつら名乗られたらうざいもんねモンストトップチームとか俺らしか名乗れんやろみたいな気持ちもあって名乗ってる。僕に関しては出ても出なくてもよかったみたいな部分もあって、でも出るんだったらもうこういうレベルのやつとしか組めないんですよね。声かけてもらって、出るんだったらこのメンツだったら優勝できるわなって頭もあったので、出るっていう風にしたっていうのがあります。なんで東北に来てんだって全員に思ってたんで、1枠なのに勝てると思ってんのって僕は思ってるんですよ、本気で。自分たちにできるだけの努力をしていて、それより頑張れてないやつらがなんで来て勝てようと思ってんのっていうふうに、なんかお前ら失礼じゃねってなめんなってよくこんなやつらに負けましたね喜べなかった理由としては、こんだけやったんだから優勝して当たり前だろっていうのが一番大きいですね。ここは抜けれるだけの努力したからそれが結果になってよかったなくらいでしかなかったのが一番です。ワンチャン勝てたらいいなって来てないので、はい、ボコボコにして決勝大会行こうと思います。お願いします。でも自分たちより妄想スタジアムきちんとやってる人いないんでいいんじゃないですか、トップで。僕はほとんどのチームが全員負けろって思って予選見てるんですよ。なんか今回スムーンが見てる時あんまり思わなかったんですよね。今やっぱ見てる人の中での多くの人が期待してるチーム、スムーンガっていうチームに思い入れが出るようにはなりましたね。まあ始まりがあれば終わりもあるなっていうので、また機会があれば、我々と遊んでくれたら嬉しいと思います。本当に今日までありがとうございました。プレッシャーみたいなのから解放されたっていうのはおめでとうございますって感じですかね。まあでもやりたかったですね。僕は3回、今回で4回目なんですけど、運が悪いから何回も挑戦しないとその運を取れないみたいなもう運以外の要素はやってるから、あとはやった中で運を拾えるタイミングをいつ取れるかっていう感じです。去年ね、幕張で木まくりに負けてるっていうのがあるのでムカつくっすね。キマクリだろうとアミダだろうと、クルセイダーズだろうとなんだろうと、もうやることは一緒なので、カメノンズでモンスグランプリ2回優勝、まあ、プロツアーも大層いい成績取りましたけど、次は MTT でいい成績取ります。まあ、こんだけ強いやつらが運もあるっていうのでクソ怖いと思って、対戦よろしくお願いします。チャンピオンはミラノ風カルボナーラ。まあグランプリのスターは僕なんでねまあいつもミラノ風の日なんですけど、まあ今日もミラノ風の日だろうなと思って、1人去年の段階で脱退するっていうことは決めていたので、もう1人探すとなった時にプロツアーでうまいなって思った風也君を一緒にどうっていう形で誘いました。2つ返事で「はい行きます」って言いました。この勝負の世界、僕も普段勝負の世界で生きてるんで、それでミラノに入ることを決めました。まあ、僕が一番倒したかったチームってミラノ風なんですよ。まあ、今もう倒せない状況なんで勝つだけです。僕は何でもいい、何でも食いたい、ヘイみたいなお魚を食いたい。まあ別に仲はめちゃくちゃ良くてプライベートでも遊ぶんですけど、お互い実力を認め合ってるんで、本当は戦いたくない相手なんで、まあ、お互い実力認め合った上でいや負けろよみたいな仲良さが出てると思います。タケル仲いいのもあるんで、タケルが負けて俺らが勝つが一番気持ちいいなって思うですね。視聴者として見てて、ああいつか出たいなって思ってた夢の舞台で、人生そのものというか人生で一番かけている場所って感じです。まあ何かでやっぱみんなに勝ちたいっていう部分でグランプリに初めて出た時から、もう僕はもうこの競技シーン大好きなんで、もっと盛り上がってほしいし、もう2019の幕張を経験してる身から言うと、あの時の盛り上がりもう一回帰ってきてくれないかなって思ってます。カメノンズさんも2回優勝はしてますけど2連覇はしてないんで、最後に目指すとこはそこかなと。プレッシャーを感じるというよりかは、まあ、2連覇にふさわしいのは俺たちしかいないだろうって気持ちなんで、絶対に2連覇したいです。彼女が今日来るって言ってなかったんですけど、サプライズで来てくれてびっくりしました。ああ、まあ勝つから見に来なくていいって言ったのに、でもありがとう買ってくるねって言ってきました。めちゃめちゃ変わりました。変わってないだろ変わらずうまいです。僕はクソガキから男になりました決勝大会大体ベスト8でちっちゃい側だったので、今年はミラノ風に入ったからにはミスんないように、ヘマしないように、やっぱ2連覇させてあげないといけないんで、そのためにも頑張るだけです。去年超全一になって MVP も2冠して、今年2連覇で MVP まで3冠して最強だということを証明します。ミラノに風也が加入、鬼に金棒なんでうちが最強です。絶対勝ちます。